ございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。今日はまた漢方薬の話なんですけれども、昨日からですね、今まで飲んでたハンゲ、シャシット、サイレートに抗菌末っていう内容から、深部糖と人参糖というのを混ぜて、伏量子逆糖という漢方薬、処方になるんですけども、に変えたんですよね。で、昨日のお昼から変えて、今朝まで飲んだので、3回飲んだんですけども、ちょっといい感じがするんですよ。で、皆さんこう漢方薬ってこう長く飲まないと効かないみたいなイメージがあるのかもしれないですけども、意外とそんなこともなくて、例えばこうインフルエンザとかに関しても、僕の場合はインフルエンザの時は麻黄糖を1回目飲んで、その後はケーマカカウ糖っていう漢方薬をよく使うんですけれども、大体一晩で熱が下がりますもんね。で、オート下痢の時とかも半熟写真とかサイレートを使うと大体1日で終わるので、こう意外とですね、速効性が上手にこう使うとあったりするんですよね。で、喉が痛い、風邪の引き始めみたいな時もこうカッコン糖に、そうですね、最近はですね、芍薬甘草と混ぜることが多いんですけども、カッコン糖に桔梗糖とかでもいいと思うんですが、要は肝臓を増やしたいんですよね。で、そんなのを飲むと、1回飲むと喉の痛みが取れてしまったりとかっていう形で、タイミングと物が合うと結構スパッと効いたりするんですよ。で、その時の漢方薬って意外と甘く感じるというか飲みやすいんですよね。で、深部糖と人参糖を昨日から混ぜて飲んでるんですけども、もう甘ったるいんですよね。なので、もしかしたら効くかもって思っていたら、意外と今日朝起きたら、お腹の張りもそんなに昨日、一昨日と比べると強くないですし、倦怠感とか疲労感みたいなものも意外と軽いんですよね。なので、やっぱりこう温めるっていうのが大事だったのかなという気がしますね。で、温めてこうお腹を中心に元気にしていく、要はお腹が弱っている状態だったので、そこを元気にするとこう全体的に元気になるでしょうということで、ちょっといいかなっていう気がするんですよね。このままでちょっと続けてみようとは思うんですけれども、好酸球性消化管疾患という病気自体がこれっていう治療法がなかなかまだないんですよね。なので、ステロイドを飲むということぐらいしかなかなか今ないので、それ以外の方法っていうのが見つかると助かる人っていうのが増えてくると思うので、いろいろこう発信していこうかなと思うんですけども、深部糖と人参糖を混ぜて飲むっていうのは意外とこれは当たりだったかなという気がしますね。なのでステロイド飲んで症状が改善したりだとか、今困ってない人は全然する必要ないと思うんですけども、なかなかこう症状が改善しない方とか、あとはすっきりしない人とか、良かったり悪かったりしてる人っていうのは、意外とこの2つの組み合わせに関しては、もしかしたら僕がちょっと、まだ1日目なので分かんないですけども、良かったので、もしかしたら少しいいことがあるかもしれないですね。いろいろこうやって発信していこうと思いますので、同じ病気を持っている方に限らず、いろんな漢方薬も今後紹介していけたらなっていう気はしますのでね。なので、講義形式で漢方薬の紹介をしてもいいかなっていう気はするんですけれども、結構やっぱり講義形式になるとしっかりした内容にしなきゃいけないなっていうのが僕自身あるので、ちょっと下準備が必要とかっていうエネルギーが必要なんですよ。で、僕自身こうやって今みたいに運転中に思いつきで急に喋ったりするもので、こう計画性が基本的には僕はないんですよね。なので、思いついたら行動、思いついたら行動みたいな形で失敗することの方が多いので、なのでね、今度計画を立ててもいいのかな、もしくはこう定期的にこう週に1回ぐらいこう漢方薬の話みたいな形でしてもいいでしょうし、あとは僕自身薬剤師として仕事をしていて、一番大切にしているのがこう患者さんに投薬っていうんですけども、こう説明をするっていう、その説明の仕方を大切にしてるんですよね。なので、どうやったら上手に伝わりますよとか、どんな風に話したらいいですよとかっていうのを紹介しようかなと思ったんですけども、それをするとこう YouTube と仕事をつなぎ合わせてしまうことになるので、 YouTube は YouTube で遊びのままでいたいなっていうのも正直あるんですよね。ただ、別のチャンネルを開いてまでじゃあそれをするかって言われると絶対面倒なので僕しないと思うので、どこかでね、講義形式みたいなものをしてもいいのかなっていう気はするんですけれども、それはこうまた思いつきじゃないですけれども、思い立ったら行動すると思うので、どこかでするかもしれないのでね、興味がある方っていうのは、チャンネル登録をポチッとしといてもらうと、新しい動画がアップした時にこう自分のところのその YouTube のホーム画面に上がってきやすくなると思いますので、よかったらポチッとしておいてください。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。